宇野森のね、セブンイレブンにも来てみましたけどね、最後の最後に来てみましたけどね、やはりあの状全然おにぎりも売ってませんでした。ダメじゃん、もうこの企画。さすがにちょっとまた今度リベンジしようと思います。一応、メモ帳ね、追加で買っておいたのと、これね、なんかサバのやつがあったら、まあ夜食に買っとこうかなっていう感じです。さすがに今もうさすがにペンで、夜食にしまそうかなと思います。ちなみに宇野森のところあれなんですね、前から長時間のあの駐車がね問題になっておってねっていうところだったんですけど、ついにわかりますか、あんな
カメラで撮影して長時間駐車してないか監視するように変わったんですね。これが、各所についてるんですね。へー、まあ、ここは言うてそのなんていうの、中途半端って言ったらあれですけど、駅、四日市駅に歩いて行けることもできるしっていう距離だし、確かにね、怒っちゃうところなんですよね。っていうところでついに、ここまで本格的に乗り出してきたんやなと、対策にね、っていうことですね。どこもなかなか大変ですね。ということで、検証結果、エビマヨおにぎり食えたの、2個って言い張ってるけど、実質1個。何の検証にもなんねえじゃん。大食いはしたよ。うん。大食い、でも大食いっていうほどでもないもんな。中途半端な量しか食ってないしね。うん。微妙だよな。うん、ただ、あんまり しゃべっとりもしないですよ。監視されてますんでね。車出したいと思います。ということで、さすがに今度リベンジはかけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というところらへんかな。人が来る。人が来る。自転車も来るも、とにかくバリバリ来るんだよ、ここは。しゃ、またちょっとリベンジ考えます。よいしょ。セミだよここ。うほ。ご視聴ありがとうございました。